クロもものメンバーとして悩んだことは何え、ちょっと待ってもうなんか今日こういう感じですかえ悩んだことは何でもやっぱり、ちょうど年末ぐらいに、あの、桃クリ去年の桃クリぐらいの時にちょうどその自分の声についてちゃんと向き合おうって思って、いろいろマネージャーさんとかいろんな人と 相談とかをした時は、うん。なんかまさかそんな、声を出さないで仕事ができるなんて、思ってもなかったんで。だからなんか、紅白とかすごいいろんな思いがあって、なんか、本当に、一旦、声が出せるのは最後、歌うのが最後だったんですよ、あの日は実は。だから本当に、すごい、もう、振り絞って声出したなって。